その先に今ちょっと隠れましたけれども煙突が範囲の焼失ということになったものでございます。火災で決裁された熱に対しまして今日からお見舞いを申し上げたいと思います。先ほど知事市長を含め皆様とです、被災地の状況を視察をさせていただきました。その深刻な状況を改めて認識をしました。国としてはできることは全てやることの考え方のこと、火災としては初めて被災者生活再建支援法の適用を決定をいたしました。また事業継続のためのですね、資金の調達、あるいは瓦礫の処理に対する支援も厚くして全力で取り組んでいるというところでございますが、被災以前よりもですね、にぎわいのあるより良い町づくりをしていきたいというご要望もありました。夢や希望を持って皆さんがですね、前に進んでいくことができるようにですね、国と県と市がですね、一体となって糸魚川復興まちづくり推進協議会を立ち上げることをしました。住民の皆さん、被災された皆さんの、そしてまた自治体の皆さんのですね、声をしっかり組み上げ、まちづくりに生かしていきたいと思います。そして国としてもですね、全面的に支援をしていくためにもですね、災害の復興あるいはまちづくりに精通した国の職員を投入していく考えでございます。一体となって町づくりを進めていきたいと思います。